山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます。山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。野々市市山王にあるたい焼き工房土区の土本和弘さんにお話を伺いました。大阪で生まれ、奈良県生駒市で育ちました。これから何をしていけばいいのかわからなくて、年末に鏡餅を作るアルバイトに行くことにしました。和菓子屋のご主人に手際や手つきがいいから、うちで働いてみないかと言われ、勤めることになりました。それから13年間、和菓子職人としていろいろなお菓子やお餅を作りました。お菓子作りは奥が深く、次第に外の世界を見てみたい、もっと追い込みたいと思うようになりました。東京のデパートで厨房のある和菓子屋さんが職人を募集していたので、お世話になったお店のご主人に感謝の気持ちを伝え、面接を受けることにしました。本社が金沢の会社だったので、金沢で面接をし、その場で採用が決まりました。そして一人で金沢に住み、繊細な色彩や見た目も綺麗な金沢の和菓子作りを学びました。3年後に食べ物も美味しくて子育てもしやすいからと、奈良から家族を呼び寄せ、金沢で一緒に生活することになりました。金沢の老舗の和菓子屋さんで8年お世話になり、2014年にたい焼き工房土区をオープン。あんは北海道産の小豆、生地には厳選した小麦粉を使い、能登の塩と大野の醤油で味を整えたこだわりのたい焼きです。パリパリの羽根付きたい焼きはまた食べたくなってしまいます。また冷凍のたい焼きはいつでも美味しく食べることができるので、とても人気があるそうです。たい焼きの他にもアイスの乗ったたいパフェやみかん大福、自家製のわらび餅など美味しそうな和菓子が並んでいます。どこか懐かしく美味しい味を追求している野々市市山王のたい焼き工房土区。事前に電話での予約もできますので、ホームページを見てくださいね。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。